カプタホールは殺菌剤である。うどんこ病を除く、ほぼすべての植物の菌病を制御するのに用いられる。人にとっての発岩性物質になると考えられており、アメリカ合衆国内で殺菌剤用途での製造は、1987年で中止された。在庫の利用は許されていたが、1999年にアメリカ合衆国環境保護庁は、玉ねぎ、 ジャガイモ、トマト以外のすべての作物への利用を禁止した。2006年にはこれらの例外も認められなくなり、したがって現在ではアメリカ合衆国ではすべての作物への利用が禁止されている。2000年以降、いくつかの国がこれに続いており、2010年時点でカピタホールの食用作物への利用を認めている国は知られていない。アメリカ合衆国の 国立労働安全衛生研究所は、推奨曝露限界を、皮膚曝露で1立方メートルあたり0.1ミリグラムと定めている。我が国においては、大ホルタンと呼ばれる無登録輸入品である。動物実験において発言性が認められており、無毒性量を評価し得るデータがないとされた。毒性は普通物。当時の製造業者、日本農薬、北京化学、日産化学、 三教等、カプタホールの特許番号は3178,447である。チアベンダゾールとの混合物は4092,422の特許が取られている。カプタホールの国際貿易はロッテルダム条約によって規制されている。ありがとうございます。